トンということで、降り立ちました。その前の映像撮ったっけ。ミッドナイト TV、 すする TV、 富山県にやってまいりました。ありがとうございます。ありがとうございます。すするラーメンフェスサポーテッドバイサントリー体をもうオールフリー、はい、10月に開催されますということで、ありがとうございます。それを記念してね、はい、今回はちょっとすする密着の富山ツアーをご覧いたいと思います。ありがとうございます。久しぶりじゃないな、こういう旅。そうですね、めちゃくちゃ久しぶりだ。まあ、今回はすする密着ツアーということで、うん、すするさんにぴったりの企画を用意してまいりました。あ、マジで。はい、ということで早速、はい、ちょっともうツアー名発表しちゃってもいいですか。あ、じゃあお願いします。今回すするにやっていただきますのは、はい、富山ラーメン禁止ツアー、イエー。どこがぴったりなの。来る10月7日から9日、すする TV で初となるラーメンフェス、すするラーメンフェス富山サポーテッドバイサントリー体をもうオールフリーが富山県城址公園で開催されることが決定。そんな富山県でラーメンしか知らないすするに課せられたのはラーメン禁止ツアー。もうラーメンに頼り切っちゃってませんかって話ですよ、すするさん。ラーメンをすることで飯を食ってる。すするラーメンフェス富山、はい、県外からの方もね、いろいろ来てくださると思うんですよ今回。まあもちろんラーメンフェスで、はい、そのラーメンは楽しんでいただき、でもやっぱりラーメン以外も楽しみたいじゃないかと、みんな富山にせっかく来たなら。なのでラーメン以外の魅力をお前伝えられんのかっていう話です。なるほどな。あー、ラーメン禁止ツアーのルール、1泊2日の富山旅の中でラーメンをすすることを禁止。もちろんラーメンに関する話題を上げることも禁止。ラーメンを禁じられた旅の中で富山県の魅力を最大限に伝えていく、それが富山ラーメン禁止ツアーである。で、まあ強力な助っ人も用意してますんで今回。マジで。まあそんな助っ人も頼りつつ、はい、富山のラーメン以外の魅力を、うん、それに伝えていただければなということで。なるほどね、なってますんで。わかりました。朝一でその助っ人の方お呼びしてますんで。あ、朝一から来るのね。そうです。珍しいね。はい、お、早速富山の魅力。ないない、愛の山富山鉄道ね。この路面電車みたいな、愛の山富山鉄道知らない。おお、ここだよ。俺先行き不安だわ。ラーメン食いかね。早速行きましょう。はい、さあ、というわけで後ほどご紹介しますが、はい、本日の助っ人ゲストの方に車を出していただいて。ありがたいですね、本当、はい、今移動中となっております。ラーメンに向かってるんですかね。おい、ん、やめて。本当にやめて。言葉にすることしていけないっていう感じになって。ちょっとやめてもらって。どうなってんだよお前。このチャンネル。ということで、はい、今回一つ目のスポットに着きそうなので、そちらでちょっと助っ人ゲストの方も。二つ目、はい、ん、もうやめてくれ、本当に。あ、ごめんごめん、やめてくれ。楽しみですね。ということで富山一発目のスポットに到着したんですが、うん、助っ人ゲストの方お呼びしてますんで。いやー、嬉しいですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃ元気だな。元気すごいな。というわけで、じゃあ自己紹介の方お願いしていいですか。すごいすごい。ムーブすごいな、いきなり。私たちは富山の YouTuber、 富山の遊び場 TV です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、圧が強くて。いや、だいぶもういきなり宣伝受けましたね。だいぶ仲良くやってる時間なんてないんで。富山いろんなところありますんで。なるほど。もう早速行きましょう。やばい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 、名前すら言ってないから。テロップ対応でお願いします。いいんだ。じゃあ行きましょう。はい、行きましょう、行きましょう。レッツゴー。ということで、はい、今から滝行をするらしいです。マジか、早いね。本当早いです。もう富山来ていきなり滝行っていう、はい、らしいので、まあ、はい、詳しくは富山の遊び場さんチャンネルの方でこちらの様子はね。なるほどなるほど。見ていただく形になりますんで、ちょっと楽しんできてみてください。まだ名前分かんないけど大丈夫。誰も名前名乗ってないから。確かにね、今んとこ自分たちのチャンネルではめちゃくちゃ名乗ってたよね。うん、テロップ処理で大丈夫です。なんでこっちでは名乗らないんだっていうね。こっからちょっとじゃあ遊び場さんの撮影になるらしいんで。そうですね、はい、ちょっと後ろからついていきます僕らは。あ、よろしくお願いします。はい、よろしく。さあ、というわけで富山の遊び場チャンネルさんの方で、はい、いろいろ今撮影しておりまして。滝行の格好じゃん。いいっしょ。いいね。どう、ちょっと今日はこれでラーメンの気持ちもね、ちょっと洗い流してもらって。ラーメン禁止なんで。洗い流せるかな俺マジで。すいません、結構しぶといわ油。ラーメンの丼に残った。これしぶといよマジで。確かにな。どういうあれなのこれ。6個あるらしい滝が。滝が6個あって、はい、それがそれぞれ目とか鼻とかに対応してるんだって。その中で最も清めたい滝に選んで入っていって。なるほど。すするが何を清めたかな。あ、するが何を清めた。確かに下もあるもんな。下清めなきゃいけない。俺が下清めなきゃいけない。何を清めたかはね、はい、ちょっと富山のゼバチャンネルさんの方で。どんな流し方とかね、はい、女性が滝に打たれてる姿を見たい方は、ね、あ、そうですね。滝行クイーンがいるらしいから。あ、そうなんだ。ラーメン YouTuber で滝行クイーンのコラボやばいな。すごいコラボですね。楽しんでください。はい、ありがとうございます。
さあというわけで皆さんが先に打たれてまいりまして、はい、詳しくはね富山の遊び場さんチャンネルの方で見ていただければということなんですよ。待ってください、言いづらいですいやいや、そうじゃない、一番安いよな富山の遊び場ってさっきね、というか雑にだいぶ紹介してしまったんで、いや確かに、改めて改めていいんですよ富山で一番もう知名度を誇るチャンネルだと思います。さっきね滝打たれてる時とかもうすすりより声かけられてましたもん。そうですね、すするさんのねファンの方民度が高い、そうですか。そんなこと言ったら富山の遊び場さんのファンが民度低いみたいなことになりますけど大丈夫ですか。そんなことなし、なんか水着の回が多いからか知らないですけど、なんか服着とるだけでがっかりされる街中歩いてる時になんで今日水着着てるで、私も普通にいつも着てるわけねえじゃねえかいいな、そういうファンもいいですね。そういうファン、ね、いいよね、したいよな、見たりもしますけど、うん、いいな。ってことで、はい、今回はちょっとラーメン禁止ツアーっていうのをちょっとスルさんやってまいりまして、はい、なのでちょっと富山の魅力をね、ずっと怪しいよ、完全にマジでふわふわしてるちょっと最近人と喋ってなさすぎて、それある、引きこもりすぎて、うん、なので富山の遊び場さんに富山の魅力を、うん、ラーメン以外の魅力をいろいろ紹介していただこうってことなんですが、はい、こちらはこちら大岩さん日赤ですぐ近くにある団子屋っていう、現在旅館もやられてるんですけども、うん、昼間はこうしてそうめんをランチで提供してくださって、うんうん、夜は普通に旅館として泊まれるっていう。なるほど。明治何年って書いてあったか覚えてる人。23年、はい、23年創業のこの団子屋さん、うん、さすがもう説明がスラスラね、富山のこととなれば細かい情報覚えてないから誰かに聞くって結構大きな声で聞くってことで、今からそうめんをすすられるということで、そうめんだったらセーフ、あ、セーフで、もう全然セーフ、全然セーフです、もう、すすりたくてすすりたくて仕方ないって言ってたので機嫌悪かったです。そう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 すごい、貧乏ゆすりとかそうそうだったすいません、早く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 、大変ですよ、一緒にロケするのということでね、そう、ラーメン以外の魅力をすすら語れるのかっていうのをこちらのそうめんもちょっと、富山の遊び場さんチャンネルの方で流しますので、はい、ぜひそちらもチェックしていただければということで、よろしくお願いします。ちょっとじゃあ頑張ってください、スルさん流してください、うん、うまっ。そんなわけで富山の道を走っております。はい、富山ですね、俺もまた富山いかがですか、右も左も田んぼというわけでちょっと今回運転していただいているのは富山の遊び場チャンネルの金子さんになります。ありがとうございます。どうも前見て前見てコメント来ちゃうね助かりますね、本当。いやね、珍しいよ矢崎さんが助手席乗ってるでしょ、うん、俺も久しぶり乗ったよ、本当に見てないからね、助かります、本当にね、ありがたいですね、ありがたいです。いやもう富山に来た際は金子タクシーお呼びくださいみんなの足ですからというわけで、はい、次もラーメンから離れて、うん、ただすするさんの好きなところに今ちょっと向かっていただいております。好きなところ、果たしてどんなところでスポットになっているのか、なんだろうな、アルハンかな確かにあれだな、絶対あるからなもう着きそうなので、え、すごい、はい、というわけで、はい、富山のすするさんおもてなし最高スポットに到着したそうなんですが、おー、本当ですか。こちら何の施設になってるんでしょうか。すするさん、はい、施設をご紹介する前に、はい、富山のイメージ何ですか。やっぱ結構自然が豊かとか、そういうイメージがありますね。じゃあ富山にラグジュアリーというイメージあります。ラグジュアリー、はい、ラグジュアリー、高級感です。ノットラグジュアリー、ノットなんだ、ノットラグジュアリー、オーマイガー、今日はね富山にもラグジュアリーなところがあるんだぞっていうね、はい、ところ、さらに土の中のラグジュアリー、半地下の、半地下の、半地下のラグジュアリー、何ですか、何ですか、何でしょうね、何でしょうね、何ですか、お願いしましょうか、行きましょう、はい、ここヘルジアンウッドって言って、はい、あのアートレーンがあるんですけど、はいはいはい、その中の一つの施設。そうなんだ、はい、めっちゃダイナムみたいなね確かにダイナムはラグジュアリーだな、確かにダイナムラグジュアリー空間あれ本当に半地下じゃん、すごい、ちゃんとパラサイトだな、そう今回はね、ここにすするさんを、はい、お連れしたいと思います。へ、うん、なんか怖いな監禁される可能性あるからな、ちょっと窓とかないからね、ここら辺からね、富山から出てまた困るからねあ、そう、もうすするさんを富山のものにしようっていう作戦ですもう日の光は見れないですお分かり言って最後どっかで見たことあるじゃん、この扉、あの、え、織物のあたりでしょ確かにおい、ラーメンの話やめろ、本当に伝わんないしすいません、ちょっとじゃあ失礼します、はい、どうぞ失礼します、はい、おおえ、めっちゃ広いじゃないですか。どうぞ我が家、すごい、え、家谷子さんの家だ。今の段階でちょっとラグジュアリー感感じてません。もうめちゃくちゃラグジュアリー空間ですね、これ。これ、着替えといて。あ、はい、私たちもちょっと着替えてくるんで、やります、はい、着替えます、では
そういうのあるの？やめとけ。さあというわけで渡された水着の方に着替えていただきましたが、何ドキドキしてんだよ。ここの準備できてないよ。うるせえうるせえ、黙れ黙れ。シャワーを先に浴びさせてもらって、うるせえうるせえ、お部屋の方ご案内しますんで。部屋？はい。マジで言ってる？これ見て見て、扉がこうやって用意されてます。やばいな。一つ一つの部屋に。すいません。すいません。最悪だなこいつ本当に。で、本当にないマジで。あ、こちらの施設、名前がザ・ハイブっていうね。ハイブ、はい、施設になってまして、まあ要はあれだよね、巣みたいなことか、ハイブって。ああ、なるほどね、はいはい、うん、みたいなのをちょっとイメージして作られた建物なんですが、へー、はい、宿泊施設になっておりまして、こんな前衛的な、ね、建物ね、確かに富山に、うん、まあ宿泊施設に一応なってます、ここ。おお、そう、こうやってね、ベッドがあったりっていう、産休状態ね。そうで、こっちもね、はいはい、このようにしよう、おいおいおいあったりと、おいおいだな、はいはいはい、何言ってマジで、なんだよ本当に。ってことしてくれてんだよマジで。スルさん喜ばせるため、これは富山の魅力、富山喜ばせるが立身弁なのよ。完全に越の方だから。それではちょっと女性陣の準備ができてそうなので、ぜひちょっとお分けください。準備ってマジなんだよ本当に。うるせえ、早く帰れよ。すいません、失礼します。どうぞ。おお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 お、え、どうもどうもちゃん、どうも水着バージョンのテーマのスルです。せっかくセクシーなのになんか台無しだな。確かに。何が、いや、その元気はつらつすぎて。じゃあこちらで。あ、まだなんかあるらしいんだよ。まだありますよ。あ、すごいすごいすごい、なんだなんだ、おーおー、めっちゃ大自然。え、すごいすごい、すごい、外外、え、めっちゃ外、暑い。え、スルさん、はい、プールです。その名もインフィニティプール。はい、インフィニティ、はい、インフィニティプールなんですけども、でも私たちがご案内したいのはプールではなく、はい、サウナです。ここラグジュアリーサウナなんです。あ、そういうラグジュアリーサウナ、ね、なんです。なるほど。別にただすするさんに水着姿を見せたいっていうわけじゃないんですよ。ダメ、そんな現代じゃないんです。なるほど。え、一緒にサウナに入ろうと、はい、あ、そういうことなんです、はい、そういう感じで、そういう感じなんです、視聴者さん。じゃあ行きましょう。はい、はい、で、ちょっと2種類あるんですけれども、はい、まずこちら、はい、はい、おお、え、すごい、めっちゃいいよ。しかもまずこちらが寝そべりながら入れるサウナなんですけども、普通サウナってだんだんのね、はいはいはい、なんですけども、どうぞすするさん真ん中に。これ寝そべれる、はい、こんな感じで入るサウナ、はい、やばくないですか。めっちゃいいっす。で、こうなんか低温でじっくりとね、あったまっていく感じです。で、チラッと見ると窓の外は地面が見えるんですよ。半地下なんで、半地下なんでね、すげえわ。あの、季節によっては景色も変わりますし、冬とかは雪景色見ながら。あ、雪積もるんですか。そうです、めちゃめちゃ積もるんじゃないですか、はい、ここで整うまであっちも行ってみます。はい、お、いいですか。そう、ご紹介で、こっちの方が温度高いんだっけ。温度高いです。こっち多分90度くらいですね。おお、熱々熱い。おお、はい、こっちはなんかもうフィンランド式サウナっぽい感じですね。いわゆるですね、これ、はい、おお、はい、だからこう6人ぐらいで来て、仲間たちみんなでここでサウナができるんですよ。最高じゃないですか、マジで、はい、で、ちょっとせっかくだから、はい、すするさんに熱波体験してもらおうか。え、はい、熱波もできるんですか。熱波できます。マジで、はい、ザ・ハイブで熱波ができるっていうより、まあ、今日特別に、うん、あ、もう僕のためにっていうことですか。はい、すするさんのために熱波師を呼んでます。はい、じゃあちょっと呼んでくるね。はい、はい、こんにちは。皆さんうちの熱波師のうなじょです。はい、本当に熱波師の資格持ってるんですよ。そうなんです。めっちゃ好きだったんですね、じゃあ。はい、サウナ。そうなんですよ。うわ、さあ、熱波惜しい人、はい、お願いします。どうぞどうぞ。いやっさー、いやっさー、はい、いやっさー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 。一気にもう超汗かきましたね、マジで。すごい、はい、そしてすごく香りがいいと思います、うんうん、めっちゃいい匂いした、はい、本当に今。今のお水が普通のお水じゃなくて、うん、アロマのお水なんですね、はい、そうなんです。このあのザ・ハイブがあるヘルジアンウッド、このハーブ園なんで、うん、ここで採れたそのハーブをアロマにしたお水なんです。香りも楽しめますね。いい感じですね。インフィニティプール行きましょうか。行きます。ちょっと行ってみたい。あ、ちょっと涼しい。あ、もう出ただけで、すごい、やばい、これうわ、深いで行進めっちゃ深いじゃん、はい、深いで行進して最後してください。私もいいですか、いいですか、うわ、冷たい、やば
空を眺めながら、どうですか？あ、もう喋んない。いやこれでね、日頃の食べてるラーメンとかゼロになんないですかね。ひどい顔してんな、こいつら。で、今回はね、ちょっとね、撮影でね、少しの間だけ、はい、お借りしたんですけど、次来るときはもうぜひ泊まりで。いや泊まりたいな、これ。富山に来たときぐらい仕事忘れてほしい。いや忘れたいな、これ本当。このまま泊まりて。さあ、極上のラグジュアリーをね、体験していただきました。エクスペリエンスしていただきました。エクスペリエンスしていただきまして、富山も奥が深いだろ、ラーメン以外も。いや本当はね、はい、つくめですね。つくめだな本当に、うん、いろんな富山を見ていこうというラーメン以外の、はい、ということで引き続きちょっと金子さんに運転していただいております。お次どこ連れてっていただけるんですか？ちなみにまあね、やっぱりすするさんなんで、はい、まだまだねちょっとねすすってもらおうかなと。おいただけるんですか？ついに。バカ野郎。私もね企画趣旨ね、ちゃんと協力してますので、はい、そこはねご安心ください。あ、よかったよかった。はい、どっちの意味だってよ。どっちの意味だ。ちょっと見てよ、いい感じのこういうボウリング場とかもあるから。いいねこれ。これいいね、めっちゃいいな。これやってる、これやってる。やってます。うわやってんだこれ。熱っ。熱いねこういうの。いいなやっぱ。あ、そして氷見市に入ります。あ、来た氷見市。ここから氷見市なんですけども、氷見で有名な麺がございます。お、氷見ラーメン。氷見ラーメン知ってる？氷見ラーメン。いや氷見うどんっていうのがあるんですけど、ご存知ですか？いや氷見うどん僕知らないわけないじゃないですか。だってラーメンじゃないよ。いや僕ラーメン以外の麺料理もやっぱ詳しいです。日本三大うどんですから氷見うどん。あ、そうなんだ。さすが。実は3個全部言える。稲庭うどん、氷見うどん、何ですかと金子さん。ちょっとググってもらっちゃった。富山のことしか。そうそうそう、ごめんなさい、富山のことしか頭にない。そんなあるんですね。そうなんです。僕はちょっと知らなかったです。氷見うどんが食べれる場所に行きたいと思います。いや、ありがとうございます。じらしてくるねやっぱ。いやそうなんですよ、ラーメンに近いものをねすすらせて。そうなのよ、ラーメン以外の魅力をちょっと。ほんと関数入れてよ麺に。富山いいとこだろ。でもいやめちゃくちゃいいですよ。富山結構好きですよ。あ、よかった。嬉しい。めちゃくちゃ上からだけど結構好きですよ。じゃないよ。結構好きです。付き合ってやってもいいけどじゃないの。そうだよ。かけられてるかわけ。氷見うどんはすすらすすったことあんの？いやないんだよね俺。ないんじゃん。すすれてないんですよ。名前だけしかして。うわダサ。そうなんです。ちょっとじゃ楽しみですね。ね、本当に。じゃあ後ろ美味しいとこ連れてっていただきましょう。よろしくお願いします。早速富山の魅力。駅中にカフェがある。はい、素晴らしい。素晴らしいとこですね。サンマルクってのがいい。あ、そうなんだ。サンマルクが好きだね俺は。あ、そうなんだ。うん、めちゃくちゃうまいわ。とね、これマジで連絡も取れないんですよ。出ないんですよこいつが。